じゃこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、今年もオールスターゲームがやってきます、はい、楽しみやな。楽しみですよね、はい、なんかまあまあ、あの夏休み真夏の祭典という感じもしますけれども、はいはい、もうすでにファン投票始まっていまして、はい、第1回の中間、うん、発表もされました、はい、で実はあの新庄監督が自身の SNS でこんなことをコメントされてます、はい、2年前監督に選んでもらい7人のスターを作ると言ったもののまさかこんなたくさんオールスター選手にノミネートされる、まあ、選ばれるとは、うん、ということでしかしこの欄に名前はないけどあと7人素質のある選手はいますお楽しみにということで今中間発表で上位にランクインされている選手たちをずらずらずらっと新庄監督並べているんですけれども実際にそうなんです日本ハムの選手がランクインしてるというそりゃそうだな、はい、昔から日本ハムって組織票が集まるところだったのあファンの層がねだけど今年の場合はそうじゃなくて、うん、やっぱ実力で投票されてるよそうですよね、うん、強いですからね俺もガチで選んでるからあそうなんです実は豊さんは今までファン投票したことはあるわけないなんで俺がしないんだよ、なんでしてないんですかそこは今年しようかなじゃあそうなんです今日はこっちってすればいいんだろそうなんです、はい実際にもう私このように画面を用意してる用意してます実際ファン投票できます高木豊でできますので、はい、豊さんは選ばれる側だったのでこれまでは、はい、ぜひこれまではって相当前やけどなですが、はい、今年はぜひ高木豊 YouTube チャンネルとしての清き一票豊さんの一票を YouTube の意思ということで反映して、はい、投票してみましょうよ OKOK じゃあ俺が言ったやつをポチッてしてくれるのそうなんですじゃあポチッともうスタッフにしてもらいますので今ここでスタッフマークにしてくれるの今手元にあるのが現在このホームページに載っているものをそのまま印刷したものなので、はい、豊さんにどんどん選んでいただきたいなと思います、はい、豊さんには中間発表の結果というのはまだ知らせていないので、はい、ちょっとそこら辺と照らし合わせながらいきたいと思います、はい、じゃあ新庄監督の話もしたので、うん、まずパ・リーグからいきましょう、はい、パ・リーグまず投手部門先発投手部門です山崎福也ナイスこれねやっぱ感動的だよ、はい、移籍してね、はい、いやそれで関東も2試合あってみたいな、うんうんうん、よく頑張ってるなって思うよね、はい、で味があるで今までブンブン来るまっすぐしか投げないぜってオールスターでもオールスターでもテクニックを見せてくれるような、うん、なんかそういうピッチャーだなと思って、うんでまあ、佐々木朗希もいいけどねもうそうですね、うん、だけど、まあ、幸也の方が、うん、なんか感動的だな感動的、うん、その山崎福也投手中間投票で現在1位お23,132票、はい、で2位がおっしゃってた佐々木朗希投手、はい、13,408票というところで19,000票ぐらい差ついてる13,000票ぐらいです、ね、あそうかそうか、はいはい、でその他にも例えば、まあね、絶好調のホークスからモイネロ投手でちょっとね怪我で離脱しましたが宮城投手、はいはいはいから今井投手、伊藤大海投手、はい、から小島投手、はい、早川投手、山下俊平太投手、そしてエスピノーザというところがこう各順位です、まあ、そうだな、うん、よかったな、サチア。そうですね、現在ね、中間発表では1位というところで、ね、性格もいいことからねあ、そうなんですねそうそうそうさあ、続いて、はい、中継ぎ投手ですあ、中継ぎねはい、はい、マチャドおマチャド現在2位です、中間発表このピッチャーは見たいよマチャドねめちゃ早いもんめちゃ早いオリックスですいや、はい、いいピッチャーだ1位誰だよ1位はね日本ハムなんです川野投手ですああ、うん、そうかあれ、ね、いやいやいや、ね、まあいいいい い, い,、ね、いやよく頑張ってるよ23,330票で、はいはい川野投手が今1位でそのマチャド投手は18,194票、はいまあ、ちょっと5000票なのでまだまだ分かりません、うん、マチャドは見たいなうんで3位が、ホークスです松本投手ですあ、はいで4位が西武の甲斐野投手これはなんかソフトバンクの方からもねあ応援ということですかね、まあ、いろいろ応援ということもあるだろうね、うん、で5位が、ロッテの沢村投手ですおおすごいねそうなんですよ、はい、入ってきてます人気あるね人気ありますね、はい、じゃあ続いて抑え投手いきましょうポチるのはああもう田中正義中間発表1位です現在もうやっぱもうボールが生きてるしね、うん、なんか貫禄が出てきたね、うん、
あ、もう絶対感があるもんね、はい、あの最初の頃はピンチでも笑っていたりしてた何がおかしいんだってありましたよ ね、まあ、ね、あったけど、もうなんか精悍な顔つきに変わってね、はい、おどおどすることもなく、はい、ね、立派に投げ切るというね、うん、でちなみに中間発表の2位は則本投手、あ、田中正義投手とは1万5000票差というところで、則本投手今シーズンから抑えに参りました、まあ、そうだね、はい、で3位がオリックスの平野投手、まあ、人気だよね、はい、まあ、記録もあるしね、はい、そして4位が、ソフトバンクのオスナ投手、はい、で5位が西武のアブレイユ投手となっています、はい、じゃ続いてキャッチャー部門いきましょう。キャッチャー部門で投票するのはもう神谷だな。あ、やっぱバッティングが違うもん。はいはいはい、まあ、回もいいけども、うん、やっぱこう魅力的だよね、神谷は。ですよね、肩も強いし足も速いしな、で顔もね可愛らしいベビーフェイスだし、もうダントツの中間発表大人気です。1位45,965、これ2位が森友哉選手なんですけど、はいはい、18,250なので、もう3万票弱決まりだなちょっともうなんかね独走中ですけど、でもそれだけの実力があると思う。いや、彼はそうですよね、うん、で2位が森友哉捕手、そして3位に甲斐捕手、で4位に、ロッテの佐藤俊也捕手、はい、そして5位に、西武の古賀捕手というふうに中間発表になっております。古賀頑張れかわいそうに、ね、って頑張ってますけど、はい、さあ続いてここからは、一塁手いきましょうか、はい、マルティネス、はい、成績とかトータル的な数字を見ると山川だと思うんだけど、やっぱマルティネス本当にあの日本を支えてるというかさ、はい、なんかチームを救ってるような活躍、まあ、そういうのが印象的だな。あとあの逆転サヨナラの時 の、 そうそうそう、あのスリーベースの時のあのコブの仕方、そうそうそう、あれとか見ると胸熱ですよね。本当だね、サポート折ってないから大丈夫あの叩きすぎてねすごかったですけども、そのマルティネス選手は一塁手の部門で1位です。中間発表32,067票、はい、で2位を行くのがソフトバンクの山川穂高選手23,934票、続くの3位がソト選手、ソトもいいね、はい、で4位が頓宮選手、はい、で5位があの楽天の阿部ちゃんです、マスター。阿部ちゃんね、はい、マスターが入っております。さあ続いてセカンド、誰を投票しましょうか。藤岡ロッテの、はい、まあ、今年コンバートされてね、うん、まあ、ちょっと怪我もあったりいろいろして離脱の時もあったんだけども、はい、まあ、彼のバッティングの成長がね、うん、まあ、すごく印象的だし、はい、まあ、沖縄で、ね、同点にしたエラーもあって延長引き分けっていうのもあったけど、はいはい、まあ、藤岡俺はなんかセカンドの第一人者だなっていうふうに認めてきたというか、うん、なるほど、うん、であのね、そのノミネートのメンバーにも入ってますもんね、はいはい、太田選手、藤岡選手、牧原選手、上川畑選手、殿崎選手、小深田選手、はい、まあ、人気でから言えば上川畑ではないの。上川畑選手は中間発表3位です。お、中間発表で1位なのが西武の殿崎選手、うん、なるほど、19,616票というところで、2位は牧原選手、ホークスの、ただ19,196票と 500票差なので、牧原最近出てないもんね、もうね。そうなんですよね、うん、なのでまあなんかライオンズにしてもホークスしても西武ファン、ホークスファンの応援という意味なんでしょうかね、うん、で上川畑選手は3位、うん、で藤岡選手が今現在4位と、うん、で太田選手は5位、うん、というふうになっています。なるほど、うん、ただ豊さんはここは藤岡選手を投票すると、ね、はいはい、サードです。サード郡司、はい、まあ、これはねコンバートされて、うん、本当右も左もわからないような内野されて、そうでしたね最初。でもねそこでねやっぱ変えられないのはあの勝負強さなんだよね、うん、だそれがもう際立ってるわ。いいところでホームラン打つしタイムリー打つし、うん、だから本当にあの快進撃を支えている一人、うん、ね、だから俺は郡司。その郡司選手中間発表堂々の1位、39,215票と、すごいね。すごいです。まあそうですよね、もうどこでも守れますのアピールから始まったわけですから。いやもうね苦し紛れに多分言ってると思うけどもチャンスをね、うん、そうやって言ったらもう与えてくれる監督がいるっていうのを知ってて、はい、でも必死に取り組んだんだろうねサードにもね。3番も打ったりなどもしますからね。お前中日に出された選手はお前マルティネスと郡司がお前3、4番打ってお前2位堂々と走ってんだぞお前中日
いや本当だよ、まあ、逃した魚は大きかったって思ってる。大きすぎるよね。そうですよね。2位が宗選手、13,856票なので倍以上の差をつけて今郡司選手独走中。頑張れ郡司。3位が浅村選手、はい、4位が栗原選手、はい、ホークスので、5位が中村翔吾選手というところになっています。サードは、はい、ショートいきましょう。ショートね、はい、迷った。誰と誰とで、水野と、はい、今宮。ああなるほど。豊さんはどっち？今宮頑張ってるよ。それとね、あの子のやっぱこう守備が大好きなんだよ、うん、こう決めがあってバッと力を入れて投げるというね、はい、がしかしなんでしょうねきっと。多分ね、うん、多分ね、水野でしょ。はい、そうですか。 だと思うよ。ああ豊さんは水野選手ですか、うんうん、誰？紅林選手です。今泳いでましたね。紅林、はい。おお、そこ行くんだ。はい、オリックスの今誰って聞いたのでびっくりしました。いやいや、俺はもう、うん、頭の中ではあの水野か今宮しか頭なかった。2位も違うんですよ。違うの誰？源田選手で、3位に水野選手、うん、で、4位に今宮選手、で、5位に楽天の村林選手。今宮怒った方がいいよ。もう4位じゃあおかしいってことですよね。まあいいよ、俺がもう何回もパチ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 。これ何回もいけるんですか？いける？1日1回。でも最後まで間に合わないな。何万秒でしょ。そうです。まあでも一人一人の力がね、あの3本の矢のようになっていきますから。紅林もね、うん、あの大型ショートで、うん、まあ、将来性豊かで、うん、まあ、将来性豊かっていうかもう実力もちゃんとつけてるしね、うんうん、まあ楽しみな選手ではあるよね。ただ豊さんはやっぱり水野選手ですね、か今宮か、うん、まあ俺はポチッとしたのは今宮。え、今宮なんですか？そうだよ、水野選手じゃなくて。そっかそっか、ダメなの。じゃあ私が代わりに水野選手を。そうしとけよ。水野も頑張ってるけどな。そうなんですよ、本当に今シーズン。さあ外野手いきましょう。外野手、はい、1人目、はい、1人目万波。万波選手、はい、うん、現在、中間発表2位です、はいはい、次は近藤。近藤選手3位です、はい、で、シュート4位です、うん、で、DH に柳田、うん、なるほど。実はギータが外野手部門1位、まあ、そうだろうな。そうですね、うん、そうだろうね、はい、ただこの1位の柳田選手と2位の万波選手は1000票も差がないんですよ、うん、なので、ね、日本ハムのファンの方も万波選手、万波選手ってなるでしょうね。いやだけどこの3人、まあ、4人ね、都合4人の中でやっぱ DH が一番似合いそうなのが柳田だったから、うんうん、無理して柳田を、うん、DH にしたけどね、うん、まあ、ただここねやっぱりあの万波選手今年も活躍してますし、うん、近藤選手もね5番で今シーズン、すごいよ、うん、でやっぱ周東のバッティングの成長ね、はい、ここはやっぱ入れないとなと思ってですよね、うん、さあここから下を走っていくのが5位が松郷選手です。あ、松郷ね、はい、でその後がオリックスの中川選手、はい、でロッテの岡選手。あ、岡もな頑張ってんな、頑張ってますよ、うん、で楽天の辰巳選手、はい、そしてオリックス西川龍馬選手、はい、で日本ハムの磯畑選手、磯畑な、はい、というふうな中間発表のランキングになっています。磯畑も人気あるね結構ね。でもファイターズは今年本当に強いのでこうなりますよね、まあはい、で DH 豊さんはギータ柳田選手にしたんですが、うん、DH のトップはセデーニオリックスの、あ、セデーニね、はいはい、2位がライオンズのおかわり君こと中村拓也選手。いいね、もう味があるな。味がありますよね、中村おかわり君は。そして3位がポランコ、ロッテの。あ、ポランコね、うん、はい、で、4位がレイエス。レイエスちょっとなかなかなところなんですよね。レイエス走らせたら可愛いけどな。そうですね。で、5位がウォーカー。僕は最初はねすごかったんですけれどもっていうありますが、はい、さあ続いてセリーグいきましょうか、はいはい、セリーグ先発部門まず誰でしょう。いっぱいいますよ先発は、はい、はい、東、東投手、はい、はい、いや、はい、菅野にしようかなと思ったんだけど、はい、一回回避しちゃったんだよね、あの体調不良ですね。そうそうそう、はい、いやだから東かなっていう。そうか、あのノミネートされている選手で見ると才木投手、村上投手、大竹投手もいますし、床田投手とか山崎より投手もいますよ、うん、まあ、佐伯でもいいんだよね、でもいいんだよねって失礼な言い方かもしれない。佐伯投手今年雨の中5勝だよ。いや、そうなんだ、うん、トップですよ今。そうだよね、はい、ただ、うん、東は開幕投手でしょ、で佐伯は違うでしょ、
っぱその差っていうのもあると思うんだよ。で、床田も開幕じゃないでしょ。開幕投手でこう頑張ってるなって東なんだよね、うんうん、だから東にしちゃったんだけど。なるほど。いや、いいんですよ。だって豊さんがやっぱ投票したい選手なんで。ちなみに中間発表の1位は才木投手です。そうだろうな。いや、まあ、そうだと思うよ。16,307票、はい、でもやっぱりあの雨の中で、そうだな、はい、高騰してる。今年本当雨ヤギさんかっていうぐらい雨ギさんになってるんですよね。そうだよ。そうだ。いいピッチングしてます。そして2位が菅野投手です。やっぱな、今年返り咲いたというか復活。まあまあ、ね、俺も菅野は頭はあったけど、はい、ちょっと1回回避しちゃったなっていうのがあってね。なるほど。で、3位が東投手、うん、で4位が山崎伊織投手、でそこに接戦なのが5位の村上頌樹投手、で5位がスワローズから吉村投手、で森下投手、小笠原投手、戸郷投手、床田投手という順になっています。なるほど。中継ぎいきましょう。中継ぎ投手です、はい、ちなみに中継ぎ投手ラインナップは岩崎投手、島内投手、森原投手、西舘投手、木澤投手、勝野投手などが挙げられています。はもう島内。おー、島内投手、はい、はい、1位4位です。なんでだよ。断然トップは違う投手なんですよ。ああ、そうか、はい。まあ、島内投手をやっぱり選んだっていうのはでも実力だよね、うんうん、まあ、岩崎だよね。そうなんです、もうね、うん、まあ、確かに安定感あるよ。28,072票。そうだね、うん、まあ、去年はね、主に本当にあの抑えとしてだったんですけど、今年は抑えがゲラ、ゲラ、はい、まあまあ交互にやったりとかもしてるけどね。はい、で1位が岩崎投手、うん、で、その次を追いかけるのが西舘投手ですね、うん、ああそうか、忘れとったな西舘。そうなんです、印象薄いなあいつ。そんなことない。いやいや、最初バーンと来たけど、うん、ちょっと1回やられて、うん、ちょっと状態が悪くなっちゃったよね。はい、ただね、堂々の現在2位を走り中、はいはい、で3位が森原投手です。なるほど。4位が島内投手、5位が森原はあれだけどな、抑えやってるけどな今。一応中継ぎ投手部門ということに、はい、で5位が木澤投手、今年ちょっと打たれてる印象あるんですが、うん、まあね、慶応ボーイだからな。爽やかってところなんですか。爽やかでもないよ。慶応ボーイっていうだけですか。そうそうそう、はい、抑えいきましょうか。マルティネス。あ、そらマルちゃんでしょう。はい、そうです、ライマルです。ライマルですよ。もうね、圧倒的43,351票。これだけ頼りになる、なる男いないよ、本当に。まあ、そうですよね、うん、で他ラインナップ上がってるのはゲラ投手、栗林投手、はい、山崎康明投手、大勢投手、石山投手、はい、まあ、大勢投手はね、ちょっと今、まあ、ちょっと離脱したからな、はいはい、その大勢投手が2位です、はい、で3位が栗林投手、うん、で4位がゲラ、そして5位が山崎康明投手というファン投票、はい、中間発表になっています。キャッチャーいきましょう。キャッチャー山本雄大。はい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 、あのベイスターズの、うん、はい、だからもう東と組ましちゃうのがかわいそうでしょ。雄大がって言えなくなっちゃう、ね、ベストバッテリーの取りましたからね。そうそうそう、1位です。そうでしょ、はい、32,490。小林も考えたけどね、復活の。いや、そしたら俺1位あのピッチャー部分菅野にしてた。なぜ小林選手が入ってないし、ないランキングにも大城選手は入ってきてるんですけど、うん、小林選手は入ってない。印象だろうな。まあ、2位はヤクルトの中村。そうです、中村。山本1位なの。そうです、1位です。よかった、1位です。32,000で、はい、で中村悠平選手が13,290票で2位、うん、その後がタイガースの坂本選手、うん、でカープの坂倉選手、はい、でジャイアンツの大城選手という順に並んでいます。ラインナップとしては他にもね、例えばあの木野拓選手などもいるんですけれども、はいはい、さあファーストいきましょう。ファースト岡本、うん、ここはまあ岡本で決まりだと思う。そうですね、まあ、決まりっていうか俺はね、豊さんは、はい、うん、まあ、その他にも例えば大山選手だったり堂林選手、うん、オスナ、うん、中田翔選手、オースティンなどもいますけれども、ダントツトップ走ってますよね。45,000ちょっとです、はい、2位がオスナです。頑張ってるもんな。そうなんですよ、打たれてるピッチャー陣を援護すべく打ってます。でそこを追いかけるのが中田翔選手。翔もいいよね、はい、まあまあ、ね、でも離脱したからな、はい、そうなんです。で4位が大山選手、うん、ちょっと大山選手が今年状態かっていうところも、うん、ってこないな、うん、ありますね、うん、で5位がオースティン、怪我してたんですけどね。もういいんじゃない、オースティンの話は。さらっといきますか、はい、セカンド豊さんどうしますか。セカンドはもう牧だ。
ちょっと離脱してるけどさ、うん、これはどうなるのか分かんないけども、うん、守備の方での第一人者ではないけど、うん、やっぱセカンドといったら、まあ、総合的に考えて牧かなというね。ただ今年は田中美希也選手もそうなんだ、そう頑張ってますし、菊池選手もね、バリバリ頑張ってるセカンドで、ただ宇高さんは牧1位です、そうだね、はい、33,811票、はい、で2位が中野選手です、で3位が吉川尚輝選手、ジャイアンツの、うん、まあ、吉川も頑張ってるよ、あ頑張ってる、あの、うん、守備いいですからね、うん、で4位に田中美希也選手、うん、あの先日ね、あのホームラン打ってな、そうなんですよ、で5位が山田哲人選手、うん、人気なくなったな哲人もまあやっぱりそのトリプルスリーあかんぞお前、こんな人気なくしたらトリプルスリー3回やってんだからな、そうなんですよね、ただ近年はねちょっと怪我などでっていう、でもね、まあまあここでこういう話するのもあれかもわかんないけど、うん、やっぱ人気投票みたいなもんだよ、うんうん、ね、山田哲人ちょっと5位は寂しいぞ、ちょっとそうですね、確かに、いくつ差があるの、8200票なので、2万5000ぐらい差はある、まあ、球団の人気投票っていうのもあるけどね、うん、あ、そうかそうか、ファンの多さとかね、はい、でも哲人が5位っていうのはやっぱ寂しいな、寂しいですね、私田中美希也選手がもうちょっといくかなっていうふうに思ってるんですけど ね、まあ、そうだね、うん、さあ続いてサードです、サードは佐藤輝選手とか上本選手、宮崎選手、高橋翔平選手、村上選手、坂本選手などがいます、聞くまでもなく坂本でしょ、坂本おじさんですもんね、いやいやそうだよ、うん、坂本おじさん、坂本さん2位です、村上が1位、そうです、もうダントツです、45,243、2位の坂本選手が17,597なので3万弱ぐらいですね、なるほどな、やっぱまあ三冠王だしね、そうです、で最年少の200号も打ってるし、打ちました、まあ、だけど、うん、長嶋さんを抜いて、ね、猛打賞の数とか、はい、二塁打の数 もう上位に来たし、うん、上位に来たのはもともと上位なんだけど、はい、やっぱ華麗な守備と、うん、積み上げてきたものがちょっと申し訳ないけどまだ村上とは違う、うん、もちろん申し訳ないけど申し訳ないけど、だから俺はやっぱ坂本だな、押す押しますね、え、なんで、いや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 、あ、ほらやっぱショートっていうとやっぱりまだそのイメージがあるんですよ、いやサードの守備見てみろ、まあ、華麗で、でもやっぱサードっていうと村上選手っていう、ね、まあまあ確かにね、やっぱサードになっても、坂本おじさん健在、もう世界で坂本をプレゼンしたらナンバーワンでしょうね、坂本選手と今川選手、まあまあそうかもな、うん、この2人はやっぱあんな選手は出てこないぞ、いや歴代の人たちっていうのは、うん、祭り上げられてる部分っていうのはあると思うけど、うん、坂本はショートであれだけの功績残して、うん、サードに移っても、うん、しっかり野球ができてるっていう、うん、こんな選手は現れないな、で3万票近くちょっと離されてるのは寂しい、ちょっと寂しいな、まあ、ちょっといろいろあったっていうこともあるんじゃないですかね、関係ないよ、ないない、もういいじゃない、急ぎは終わったから、急ぎ終わった、そうそう、まあ、何かとね、あの、にぎわせてくれますけれども、はい、3位が宮崎選手、はい、4位が佐藤輝選手、5位が高橋周平選手ということになっています、はいはい、ショートいきましょう、はい、小園、まあ、小園おじさんですからね、そうだよ、それしかないですよ、一択ですよね、小園でしょ、違います、え、小園選手は4位です、誰、まあ、一応ラインナップ挙げられている選手としては木浪選手、まあ、小園選手、はい、石上選手、門脇選手、長岡選手、村松選手です、誰だと思いますか、今門脇、違います、門脇選手3位、あ、長岡、そうです、長岡選手は今28,889票で1位、まあ、確かに頑張ってるけどね、打つ方でも上がってきてますしね、うん、だけど、うん、やっぱチームの中心ということを考えると、うん、やっぱまだまだ小園なんだよ、ね、押しますね、坂本選手と一緒に押すな、いやいや押すよ、小園だよ、小園だよ、いやまあまあいいよ、いや長岡は別に長岡だっていいわけだから、これ個人の趣味ですからね、そうだよ、はっきり言うてね、小園だよ、2位は村松選手です、打つ方がやっぱ戦列に良かったので何試合連続でしたっけ、ありましたよね、こ、いやいや、だからまあ3連戦で12本打ったっていうことでしょ、うんうん、まあまあいいや、だけど俺は小園、小園だよ、こうなんかあれです、俺はね、小園でいい、で5位が木浪選手、さあ外野手3名いきましょうか、はいはい、豊子さん、1人目近本、はい、近本選手、はい、うんうんうん、
はいるでしょ。もちろんです。あの現在トップ走ってもあります。はい、ファン投票。サンタナ。お、サンタナ、はい、サンタナ4位です。今。おお、いいです。頑張らないと。で、3人目がカリステ。入ってません。入ってない。で、入れとけよ。の中にも入れとけよ、カリステ。ランキング10位にも入っていない。俺ガチで言ってんだからカリステって。レフトですよね。いや、これはやっぱ使ってほしい。あ、そうじゃないか。使ってほしいね、これファン投票。ファン投票だからな。ファン投票。まずは近本選手、使ってほしいって、これ首脳陣へのアピールになっちゃいましたけれども、まあそうだね、近本選手 46,684 票です、はい、で実は2位が細川選手、中日の、はい、42,537 票で細川頑張ってるよ、はい、本当に。で3位が筒香選手です。まあ、帰ってきてくれたっていう、まあ、これは帰ってきたっていうこともあるんだけど、はい、35,405 票、うん、でサンタナ4位 29,707、はい、で5位に渡来選手、ね、新人ということで今ちょっとねファームに行ってますけれども、で6位が森下選手、7位が秋山選手、8位が丸選手、9位が前川右京選手、10位が萩尾選手、そしてカルシテ選手も入ってきてないと。だからカルシテの代わりに細川にするんだよ。同じチームで。いやそうそう、同じチームで。いやまあ、そこはお前ちゃんと、まあ、同じチームでカリステ選んでるだけの話やな。これカリステっていう欄もあるん。いや作っ選べますか。あ、選べるから。そうだろ、カリステでもいいんだよね。そうですよね、そうか。でもまあ細川にしとく。いや、いいんです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 、カリステ嬉しいですよ。カリステ頑張る。でも言葉通じないから分かんないだろ。通訳しといてくれよ、本当にね。俺はカリステを全力で応援すると。そうそうそう、ファン投票でも入れるよっていうところで。そうそうそう、できました。豊さんが今話した投票できました。高木豊カリステもできた。もちろんです、見てください。おー、すごいね。じゃあ豊さん押してください、これを。皆さんに見えるように投票する。投票する。ここのオレンジのところですね。はい、投票、はい、はいはい、書いてありました。ファン投票ありがとう、頑張ってよということでね、まあ、今豊さんがね、あの投票した選手たちがファン投票で選ばれるといいですよ ね、 ね。そしてぜひ皆さんも中間投票してほしいですし、そうそう、もうパソコンでな、ページ開けばもうすぐできるから、あのスマホからでももちろんできますし、はいね、1日1票、はいはい、ですので、あのぜひファン投票していただきたいのと、あのコメント欄でも自分はこの選手にファン投票しますしましたっていうのを教えていただけると、で、かっこどこどこファンって書いていただけると、まあ、まあそうだな、なんかそれも面白いかなっていうふうに思いますので、はい、ぜひ、まあ、6月23日まで、はいね、はい、できるから、はい、ぜひぜひぜひやってください、はい、別に案件でも何でもございませんけどもそうですね、LPP から言われてるプロ野球のために。そうですね、はい、あのポチるといえばぜひね、あの、はい、グッドボタン押していただいたり、あとチャンネル登録、そうだよ、はい、されてない方、ポチる、もう選ぶよりこっちの方が大切だからこっちから、ね、両方です。ファン投票もして、はい、そしてチャンネル登録もしていただいて、ぜひあの引き続き高木豊 YouTube チャンネルお楽しみください、はい。